はい、こちらが回答用紙です。ね、信仰、そして活字、デジタルへと文化が変わっていくっていうのがテーマでした。星4つがね、一番難しいと、私がこう分析して、まあ、星の数でね、それぞれの難易度表示しております。はい。で、赤の文字のところは、もうこれぞ KU っていうね、問題のところは赤で表示しております。こうやって見ますとね、記号抜き出し、まあ、記述、そして問い5で図表の整理抜き出し、そして問い6のこのカッコ2ですね、文章に関する内容を自分の実生活の中から見つける記述問題、これが出ているんですね。さあ、詳しくちょっと見ていきたいと思います。一番難しかった問題だと思います。そして問い3、問い3は割合を求める問題。この割合に関しても毎年のように出題されておりますので、しっかりと計算できるように練習しておいてほしいと思います。そして問い4。ここから少し問題が難しくなってきます。出てくるのが問い4テーマが2種類数。で、この2種類数って聞いたことないと思うんですけれども、はい。こちら、このように定義されています。0と2のように2種類の数で表される整数のことを2種類数と呼ぶことにします。でこれをちょっとね、私も調べてみたんですけども、特にこういったもの、ありません。ですので、正式名称ではないですね。はい。KU がこの問題のために作った、ね、名前です。で、問題としては2022年、こちら2と0と2と2ね、ですので、0と2だけで作られている2種類数です。この何年前と何年後が、2種類数になる、ね、年ですかという問題でした。はい。で、こちら本当にね、丁寧に調べるだけの問題です。ですので、まあ、ある程度ね、こう調べ方のコツはあるんですけれども、まあ、調べていく問題。で、この調べる力というものが、数理探究では非常によく出てきますので、このあたり、普段の学習から粘り強く調べたり、変えていたりとすることを意識してもらいたいと思います。そして問い。高い理由の説明や記述ですね。これも3題というふうになっております。はい。ではですね、実際に問題を見ていきましょう。大問1といいますのはですね、これ市民社会と自然環境の融合問題、共通問題なんですね。ですから、理科的な内容と社会的な内容がミックスされているわけですが、今年はですね、沖縄からちょうど日本が復帰してから、日本に復帰してからですね、50年ということで、沖縄の自然と文化というのがテーマになりました。はい。そして問題を開くとですね、このようにいきなり楽譜が出てまいります。楽譜なんて全然読んだことないのにということでですね、戸惑った生徒も多かったかもしれませんが、実はこれは楽譜が読めなくてもですね、書いてあることからですね、はい、答えは導き出せます。ドミファソシの5音に場合によってレを含めた音階を使っていたと、これ沖縄民謡ですね、沖縄民謡の楽譜を選べというのが問題なんですが、はい、要するにラを使っていない楽譜を選ぶだけなんですね。沖縄民謡はラを使っていない。はい。まあ、例とラを使わないことが多いんですが、まあ、場合によっては両方見たって書いてあるので、例はありです。はい。ラを使ってない楽譜を選ぶだけ。あ、はい。これは韓国民謡のありなんですよね。ラを使ってます。う、これは日本の桜桜です。そして、え、はい。これはイングランド民謡のグリーンスリーブスですね。ということで、いが沖縄の民謡であるということですね。はい。まあ、このようにですね、最低限の音楽の知識があれば解けるわけですが、しかしこのトーン記号でラーの音がどこか分かりませんでしたっていう生徒がですね、結構いらっしゃいました。申しますと、こういうことなんですね。はい、1問あたりの時間比較をしてみました。例えば、今ね、出させていただいた神戸女学院、これだいぶ問題数多い学校ですけども、こちらは試験時間45分で78問を解きます。1問あたりだいたい単純計算、見直しを入れずに35秒のスピード、処理力が求められるんですけれども、KU は試験時間50分ですけど、小問数はたった27問。1問あたり111秒ですね。1分以上しっかりかけて考えていくという。まあ、まさに KU の、まあ、あの暗記一辺倒ではいかない。そういったところが、この、小問数の比較ですね。からも見て取れると思います。はい。まあ、簡単に今年の問題ですね。大問1。これは先ほど砂川の報告にもあったように、理社共通です。はい。沖縄県に関する問題でした。実は、例年新学館では KU 模擬入研というのを実施しておりまして、昨年度も11月ですかね、KU 模擬入研実施しました。で、私市民社会の作文したんですけれども、そこで私沖縄を出しております。やっぱり何々から何周年というのは、実は非常に、まあ、
こう狙われやすいところで、まあ、引き続き、まだ次回の模擬入検ですね、11月秋の模擬入検でも、そのあたり意識し策もしていこうと思います。はい。大問題に関しては、これは、